トーマス・ハードウィックは、イギリス軍人、博物学者である。1777年から1823年の間、インドに滞在し、多くの博物学的標本を集めた。ヨーロッパでは知られていなかった、多くの新種動物の博物画を、現地の画家に描かせた。イギリスに帰国後、動物学者のジョン・エドワード・グレート、インド動物図鑑。 赤原コのハドリなどの鳥類やインドトゲオアガマなどの学名にハードウィックの名前が命名されている。ハードウェは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・ハードウィックを示すのに使われる。ありがとうございます。